はい、工房説の長さですくさびと書いて説と呼びますはい昨日ね材木屋さんで動画撮って流したんですけどもまあ工房に今持ち帰ってきて黒柿新宿古典用木取りをしようかなと思ってまあちょっと面を出しながらやっておりますはいまあ空弱目一部であっ まあ空弱目じゃないやつもありますしまあこうやって腐れがあるのでなかなかねう,んうまく取れなかったりとか、まあ、この辺テストね本当にペン1本分だと片方どうしてもボケてしまうとかねもうなかなかねなかなか全面丸くしてっていうのは難しいですねはい。 1>, 1本分のこういうふう本当に1本ねうん片目片辺目ちょっともう出したら出ないかもしれないですよねまあそんなんですはい、まあ、この辺は多分動画で出てたやつですね動画で出てなかったやつですね昨日のうん、まあ、こんな感じこっちのが空弱目らしいですねまあそう小口がですよ小口がこういう感じになってるものが空弱木目 はい、で炒めで見るとこういう感じになりますよというところですね。はーい。いいんですけどね。さあ、なかなか難しいんですよ。わかります割れがね、ここ。親指のね、爪の先、ここまで,で。これもここまで来てて、ここでパシッと割れてるんですよね。うーんなかなかねー。 なかなかねえっていう感じですよねうんもうサックサック切ってねはいやれるほどに、ね、簡単ではないんですようんそうまあでも最そうですねまあ2020年に水揚げをしてるのでまあその前2 0に 19年とかまあ4年前5年ぐらい前の木が今使えるという状態ですのでまあ原木ちょろっと写ってたと思うんですけどあの子たちがまあ大体,大体4年後5年後に出てくるっていうところですねうんまあどん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 本当なくなっていくんだなっていうのが分かりますし、うん、そう昔を思い出しても仕方がないんですけどもね うん、昔いいやつがあったなというふうに今こうやって今の時代でいいなって思うやつを見てるとやっぱり過去まあ20年以上やってきてるこの感じで言うと本当になくなったっていうのがね僕のね質が落ちてしまったっていうのがね分かってしまう,うまあでもまあ 時代ですよねうんまあそんでもまあでもこの辺はなかなかのもんじゃないんでしょうかと思います値段は高いんですけどはいはいペンになって進めてくださいうんはっきり言う、うん、この今のこの状態でねペンがどれぐらいなものができるかね ちょっと想像しづらいですよね。着目は分かりにくいな。うん、昔のはねまだ分かったかな。今のやつはね分かりにくい。うーん。そうなんですよ。わかります？うん。不着目出てるとこ、もうちょっと外れるだけでこうなってしまう。ペンにした時、きどこがどう出るのか、もう穴の開け具はやっぱり取られたりして曲がったりとかね。 するし、うん、うん、難しいんですよ <laughs>、うん。まあ、それが楽しいんですけどね。うん、楽しいんですけどね。うん。まあ、どうでしょう、個展ね、来てくださるお客様。うん。まあ、たくさんの、それでも言うても、10本や20本じゃないですね。まあ、言い悪い、含めて、どうでしょうね。 多分ボールペンペンシルグラッソ万年筆合わせると780本ぐらい持っていけるかなと思いますはいあのその時にねまた自分好みのものがあればいいなと思っておりますはいで今後ね、まあ、今全体的なことを言うと目のレベルは下がっていきますということはお伝えしますがといって今年の個展よりも いいものは二度と出ないのか？って言ったら、それはまたわかんないんですよ。うん、いつ何時にどんな材が入ってくるかがわからない。これが自然のものですよね。うん。ただ僕の在庫の中ではございません。というだけです。はい、今後手に入れれるかもしれない。うん。まあ、でもこうやってね。たくさんの材料をね。集ま集めてね。こうやって作っていくことによってね。また何かいい材とのね。 出会いがあるような僕は気がしております。まあ、ひとまず20周年、ね、でねまあ、気合い入れてまあ、この辺ね集めておりましたのでね。まあ、この辺の材を出していきます。はい。なかなかねうん。もう完璧完璧です。もう文句のつけどころがないっていうやつはね。難しいんですけどもまあ、ぼちぼちの孔雀孔雀目キ っていうものを出していきますのではい、個展にね、遊びに来ていただければなと思いますよろしくお願いいたします